はいどうも、かっぱ院長です。さてと、じゃあ、ここからはなんか、もう、なんか、どうでもいい系、どうでもいい系って言ったら、ちょっと失礼なのかな、さすがに。<laughs> 震災は、ほら、ね、うんあの、あれなんですけども、芸能ですかね、うん、まあ、本来はね、こっちは芸能、スポーツ、その辺ね、このなんか、さらさらっと、はははははっていう感じのチャンネルにしたかったんだけど、あんまりそういう面白おかしいの、めったに出てこないですね。<laughs> <笑><笑>ほ,んとほのぼのなんかこうチャラい感じでいけると思ったんだけどなんかそうでもないんだよなあ,あの震災のこと言ってんじゃないですよ、ね、こういうやからの話ですよえっ、ー、とね久しぶりじゃあ久しぶりなんですけどえっ、ー、と三浦瑠雄さんのところのこの三浦瑠璃さんの話ですかね <laughs> 何やってんのかなって思ったんですけどなんか仕事をしてるらしいですね確か旦那さんは逮捕されて でその後の話なんですけど、ん旦那さんってまだぶち込まれてるんだっけど,どうなってたかもうちょっとなんか興味もないしどうでもいいんですけども。まあなんかいわゆる落ちぶれたなんかそういうあの人の不幸は蜜の味系の話なのかな。うん、ただまあこの人の場合はね、世間,世間の、ね、僕みたいなこの、ね、どうでもいいなんかその辺どこにでもいい素人なんかも含めた、ね、世間の評判とは別に なんかそういうこの例えば、まあ、芸能界で仕事してた人だったら芸能人同士のつながりとかさかそういうのをこのちゃんとしてればさ、ね、え世の中のなんかその辺よくわからん、えー、僕みたいなこの素人に何を言われようが関係ないと思うんですよねうんでもそうじゃなかったからあの落ち目の勘流れみたいなことになっちゃうんじゃないののどここ誰に対してもなんかこの 調子に乗ってたとかさ、ね、なんか上から目線でなんか嫌味なやつとかさ、ね、一般人に対してはそもそもなんかそうそう接点なんかないんだから、ね、好きに言わせときゃいいと、うん、ただまあなんか一緒にすご仕事をするかもしれないっていうかしたことがある仕事仲間とか、ね、そういう人たちとの,このコネクションちゃんとやっとけば、ね、いざなんかこの困ったことになったってって思うんですけどもそうでもなかったっていうことなんじゃないの。 うん、まあ、あくまでも半日クソマスゴミの記事なんでね、どこまで本当か知らないっすよ、えー。かつてテレビ番組で大活躍していた女性コメンティーター,、えー、三浦瑠雄さんとこの三浦瑠雄さんですかね、えー、旦那さん逮捕後、えー、セレブ生活が続けられなくなってしまったとあ、ね。月の家賃が200万かって言われたあの六本木ヒルズですよね。 あ確か、六本木ヒルズにガサ入ったっていう、そういう話でしたよね。去年ね。何月ぐらいでしたっけなんかあったよね。で、えー、まあ、もう今いないんだって。うん。どこかあ別のところに引っ越したんだと。うん。えー、旦那さんの三浦清さんでしたっけ誠治さんでしたっけまあ、どっちでもいいんですけども。まあ、リオさんが逮捕された後、えー、セレブ出社の強心臓ぶりを見せた三浦瑠雄さんが、あ都落ちを余儀なくされているっていうふうに書かれ。 なんか、ね、旦那さん逮捕されてるのになんかえなんか落語家とか,なんかそういう感じの文化人みたいな,なんかそういう人となんかデートしてませんでしたっけあ仕事でしたっけなんかよくわかんないですけどだからなまあなんだかんだ味方がいる、ね、支援者がいるのかなと思ったらそういうわけじゃないんだ <laughs> で、えー、23年3月、まあ、ルリオさんが4億2000万を横領したとして、まあ、逮捕されましたと にもかかわらず、この三浦瑠璃さんは長田町一等地のオフィスに毎日出社、えー。夫の逮捕はどこ吹くかぜという様子で,で、ドルガバのね、あとこのシャネルなんかのね、ブランドのこの服とかバッグ身につけて、セレブぶりをアピールしていました。うん、確かになんとなく覚えてる、うんなんな。僕も確か動画に何回かした覚えがある。で、えーまあ、六本木ヒルズから引っ越しましたって書かれてるんだけど、そうなんだ。本当なのこれ。<laughs> えー、当時駆けつけた報道陣には笑みを見せるほど余裕だったが、えー、それまで三浦瑠麗さんはフジテレビ系めざまし8テレビ朝日系朝生にレギュラー出演していましたが事実上の降板状態あ出てないんだテレビうん、えー、講演会やネットメディアで YouTube <laughs>、えー、ライブ配信などを中心に細々と活動してるとそれでもどうなんだろう月数百万は稼げたりしないのそこまでできないんだ てか、本業何だったんだっけこの人。テレビに出る以外に。なんか執筆活動とかしてなかったっけなんかそういう印税とかもダメなんだ。うーん。だからなんかやっぱりあんまりこの見方は実は多くなかったんかな。ちゃんとこの人間関係構築はしてなかったんかね。で、えー、そういえばなんかね、ダウンタウンの松本さんの番組とかにも出てませんでしたっけね。うん。そこじゃね <laughs> まさかの <laughs>。まさかの三浦瑠璃さんからのなんか突き上げみたいな <laughs>。そして証拠がないみたいな。さすがにそれはないのかな。どうなんだろうね。知らんけど。えー、だからワイドショースタッフって書いてあるから、ワイドなショースタッフに見えたから、あれと思ったけど、ちょっと違ったらしい。 えー、まあ、テレビはないと。えー、なんか、個人的に、えー、なんか、細々と活動していると。ふん。で、旦那さんの不在と。あ、やっぱ、まだパクられてんだ。えー、仕事激減。あ、もうな、実刑下ったんでしたっけなんか、もう、経緯忘れちゃったな。えー、本人が代表を務めるコンサルタント会社のオフィスでは、そうだよ、本業コンサルタントだったよね。えー、23年5月に、家賃1万5000円ほどのバーチャルオフィスに移転。<laughs> マジか。 <laughs> で住んで高級タワーマンも引っ越して軽井沢に所有していたログハウスも売却しているとへえで現在は家賃15万円前後の賃貸マンションに住んでいるえお子さんいますよね、えー、三浦さんの住むフロアはワンルームの間取りだったと思います 家族で住むのには手狭かと。オトロックありますが、管理人もいません。テレビに出てるような人が住むのには不安なセキュリティーです。三浦さんが住んでるとしたら、驚きでいいですね。って、なんかこのマンションの住人がそう答えたらしいんですけど。あ、もう特定されちゃってんだ。はへえな。文春法ですかは今、文春法そんなところ打ってる暇ねえか。へえ、そうなんだ。ただ、一口に家賃15万つっても、どこの家賃15万かによるよね。うーん、まあ6 ポンギヒルズでは家賃15万は多分ないと思うな。六本木ヒルズにも確かワンルームとか、ね、単身者用の間取りの物件は確かあったと思うんですけど、それでも30万、40万は多分取られてたと思うんで、そもそも空いてるかどうかもわかんないしね。うーん。まあ、港区で家賃15万だと、ワンルーム、そもそもワンルームに引っ越す お子さんってどれぐらいそんな小さい子でしたっけそんなことなかったような気がしますよね。一緒に連れ歩くぐらいだからね。どうなんだろう。それともなんかいわゆる、あれか、ゴールドディガーニュースで出てくるような、ね、ああいうこの欧米化っていう、ああいうスタイルのだだっぴろいでかいワンルームなのか、まあね、麻布界隈にはそういう部屋も多分あると思うんですけど、どうなんだろうね。どこのワンルームなんだろうね。 <laughs> 埼玉県川口とかだったらちょっと面白いんですけど <laughs>。<laughs> まあいいや。とりあえずなんか、そんな、そんな感じなんだって。三浦瑠璃央さんとこの瑠璃さんは。<laughs> へえ。まああの一件がなければね、今頃なんか能登地震の件とか、それこそなんかこの松本さん、人志松本の件とかにもなんかギャー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 言ってそうだよね。そういう動画上げればいいじゃん。YouTube のチャンネルで。 ねえうん、多少見られるんじゃないの知らんけど。うん、はい以上です。